ていうと、アメリカの躍進ですよね。アメリカは意外とね、その統計数値見るとね、その国民の平均年齢が下がらないし、で密輸国書は全然減らないし、あれいろいろその騒いでるけど、アリゾナとかね騒いでるけど、法律作ったりしてるけどね、やっぱりあのメシカが入ってきてるね。あれはだからアメリカの国力を維持してんだよね。だから2020年から2050年にかけてアメリカは全然そのなんていうか45度でこう成長していくっていうのはギャランティーされてると思うんですよね。あれだから我々はあんまり気が付いてないけど、あそこはそのアメリカ人っていうけど実は違うんだと思う。ものすごい中国以上の多民族国家でね、それの経済活力って衰えない。だから僕はそのスイングバイ2020作った時、2020年に当時はね2030年って言ってたけどね、モルガン・スタンレーなんか中国がアメリカ抜くのね。だけどその2020年って僕は絶対中国がアメリカ抜くことを確信してたけどね、最近はね確信してるの2020年中国がアメリカ抜けないっていう確信を持ってる。なぜかってアメリカが意外と伸びちゃうっていうね、うん、今だから産業なんかだったらね、もう自動車産業なんか全然ないでしょ。中国にお金奪われてるよね。でも中国は自動産業をどんどん伸ばすかっていうとね、これもね大きなお世話ですよね。中国なんかあと3年ね持たないですよ、車ガソリンが。だから中国は2020年に向けてスマートシティ構想で、あの車乗らなくてもその国民が住めるような国を作ろうとしてるでしょ。だからそれはそれでもって僕はその車の生産量がどんどん伸びていって売れるとこあるかって言ったら、中国みたいなさ、やっぱり3000万台とか4000万台とか作ってどこ売るんだみたいなとこあるわけですよね。ないですよ、もうね。だからあれもね、やっぱ5年だから中国政府はものすごく焦ってて、エンジン自動車じゃなくても EV って電気自動車今一生懸命やってる。電気自動車だったらね負けたんですよ。だからガソリン自動車ないですよ。それはね、それは誰も関心持ってないけど、僕はねエンジン自動車はもう5年でもう廃れると思いますね。中国はどんどん作って靴みたいなもんでさあの中国の靴は二足の財務があってどこ売るんだよみたいな。売るとこないですよ、もうあんなでっかいの、ね、製造靴のね、ベトナムで製造、中国人がさ合弁会社でベトナムで靴作ろうとミャンマーで作ろうとかってやってますけど、まだナンセンスですよね。もう作ったって売れないよね。車はそうですよ、5年だったらね、あんなボン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 作ってどこ売るんですか。アフリカ持ってって売るんじゃってもう寄付するみたいなもんでしょう。そうするとやっぱり EV ですよね。だどういうことかというと、中国は今その中国政府がいっぱい指針になってるのは付加価値のついた製造業ということを考えてるけど、付加価値のついた製造業って何ですかって言うと、やっぱりね僕が今やってる例えば BPO とかね、日本の本社とかアメリカの本社の中国を持ってって、そういう付加価値のそのバリューアップ、例えば受発注業務とか購買とか、あの物流とかの業務を中国でやるみたいなこともどん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 可能性あるんですよね。そういうふうな、そのいわゆるその知的産業が中国では今回反映する、まあ、最後のやっぱりあれでしょうね。僕なんかどっちかというと先見の明がありすぎちゃったもんだからね、そういう商売始めたけども、ちょっと日本なんかね、日本を対象にしたもんだからやっぱりちょっと失敗したけど、これからそうなるでしょうね、間違いなくね、うん、でもう一つやっぱりね、あの中国がこれ先月も言ったかと忘れちゃったけど、中国の人口がね、あの人口抑制がなくなるよって言ったっけ。でやっぱりね、その多分ね、あの2015年頃だと思うんですけど、あの3人かどうかわかんないけど、5人作ったら車1台、8人作ったら家1軒、10人以上作ったら一生国家面倒見るみたいな、そういうふうな法律ができると思うんですよね。しかもそれは都市部の住民に毎回限定した法律を作ると思うんですね。10人作ったら国家一生面倒見ると、7人作ったら家が1軒、5人以上作ったら車1台みたいな、そんなのね、3人作ったらその家族補助みたいな、そういうふうな政策によって、今中国は日本みたいな高齢化社会が到来するって言ってるけど、しないんですね。絶対しないですよ。だからあの中国政府が考えてるのはアメリカと同じ曲線を描いてね、あの年齢の若年層化を図る。それによってやっぱりあのグローバルナンバーワンかグローバルナンバーツーの地位を確保する。だからアメリカと中国が今その世界の二巨頭として世界のポジショニングを決めていこうとしてるんですよね。でその中に実はですね、日本が入ってないでしょうね。で僕は今こんな一生懸命オバマさんと1時間話できると、何のことやってるかというとですね、アメリカのその
まあ、虎の家を飾る狐として日本がね、中国に対峙する、中国に対峙するんじゃなくて、中国とコーポレーションするということですね。で、日本人の経営者、まあ、皆さんのレベルからもそうですけど、英語が堪能であるということで、やっぱりアメリカ人からの信頼を得ると。で、信頼を得た日本人が中国人と対峙するんじゃなくて、コーポレーションするというふうな構図でもって、日本が、その、日本国家そのものは生き残れないんですけど、そのいわゆる日本のその、まあ、3000社ある上場会社の300社ぐらいは生き残れるだろうと、そういうふうなシナリオを持っているんですね。それが、そういうふうな経営者が出てきて、それが東南アジアを、アメリカの、その、と、こう、協力して、その東南アジアを支配するというふうなことを、私考えているんですね。で、アメリカが日本をいらないよと思って、例えばロックさんなんかも中国人第2世ですよね。で、今度、国務、商務長官から中国大使に、その、転出しますけども、アメリカ中国大使館というのは、全部華僑ですよね。中国人と華僑。ですからもう完全に中国 の、 日本の大使館と違って日本人なんかもういないですよ。中国語ですよ、あの世界は。すべて社員が。そうだから僕が言ってるのは、日本人はその日本大使館じゃなくて中国大使館と大使館員と仲良くなれるということを言ってるんですよね。で、アメリカは日本をなしでもやっていけるっていうふうに、アメリカはそのロックさんなんか多分思ってると思うんだけど、実はですね、東南アジアで出てたら分かるんですけど、中国とアメリカがコーポレーションして東南アジアをですね、アメリカが制覇できないでしょ。中国に取られちゃうんですよ、すべて。それをどっかでそのロックさんが気がついて、で、やっぱりその傀儡政権みたいなね、まあ傀儡政権というよりもうちょっとその日本はレベルが高いと思うんですけど、コーポレーションする、一緒に新資本社って言ったら正しいですよね。両輪のその片側として、やっぱり日本人っていうのをこれ使えんじゃないかってどっかで思ってくると思うんです。今はね、思ってないです。なんで思ってないかというとね、話のできる日本人がいないんですよ、政治に。いるのかもしれないけど、それは誰か言ってましたよ、誰かいるはずだと。例えば蓮舫さんかもしれないし、もしかすると政治家でそういうふうな、アメリカでその教育受けて、でそれをそれなりに政治的な力を持っている若いやつが30代いるかもしれないし、そういうやつが北京大使館もしくはアメリカの政府とやり取りしているやつがいるかもしれない。で、上の方にはいないけども、そういう人はいるかもしれない。だからそういうふうなことがあるとすれば、アメリカ政府は日本を利用しよう。だから経済人もやっぱりそういうスタンスで、やっぱり中国に出てくる、これが中国に出てくる、要するにこの成長が中国に出てくるのが当たり前だけど、出てくるときに、僕はいつも言ってるの、日本大使館じゃなくて、行く先は中国、アメリカ大使館だよって言ってるの。ね、日本大使館行ってね、僕は伊藤忠の元会長がね、今大使やってるけど、彼ができるとできないじゃなくて、やっぱ日本政府がダメだから、いや、僕は例えばさ、今度、再来週僕は上海西安研修行くけど、何人か連れてね、行くけど、それはケリーっていうヒルアソシエイツの社長ね、それスパイの間と会う、飯食うけど。なぜ彼と飯食うのかって、なぜ日本の大使館員と参事官とかそういう連中と飯食わないかって、持ってる情報量が違うんですよ。桁違い違うの。で、日本の政府の役員って、情報持ってないよね。だからなぜかって言うと、やっぱり日本語の世界から抜けてないよね。もちろん北京大学とか清華大学出てる人もいるんだけど、やっぱり日本の世界だね。ところロックさんとも中国の世界、うちの家族は中国人だけど、中国の世界でしょ。中国の世界ってやっぱり中国人の世界だから、持ってる情報、今言ったケリーなんていうのは、あれはね、多分ね、オランダかなんか違い入ってるんだけど、中国人ですよ、英語喋るけどね。だからああいう連中と、やっぱり英語の連中とやっぱり情報公開しないと、これから日本はダメですな、経営者も特に政治家もそうだけどね、そう思ってるんですよ。それがうまくできれば、日本がその米中の狭間にあってる、我々がね、間に入っていけるっていう、まあ、ラストリゾートですな。それを逃しちゃうと日本は完全にやっぱりアジアのガラパゴスになっちゃうっていうかね、まあ国自身はガラパゴスになっちゃうんだけど、いや、それはそうですよ。 だけどやっぱりその3000社上場会社で300社はそのやっぱりそのインドのタミール族とかね、イスラエルとかね、中国人と対抗して東南アジアでそのステータスを維持できるという、私は思いますけど、ただ
例えばね、今ね、うちの会社にね、例えばマレーシアにプラント作って、それでマレーシア雇いたいからって言って、いろいろやって、じゃあ英語喋れるから、日本人が現地とね、だけど、紹介して、うちはもう中国人ばっかりだから、じゃあ中国人でやってくださいよって言ってもね、日本人やっぱ英語下手くそなんですよね、極端に。で、英語できるっていうんだけど、昨日もね、僕は誰の方とね、会食、昨日だっけ、会食したけどね、その向こうのインベスメントのジェネラルマネージャーがね、その日本人はここの会社の人、あの会社の人、英語できるって、もうずっと名前聞いたけどね、全員できないですよ。彼らできるっていうんだけど、できないです、全然。そんなんで英語できるなんて言って、それちょっとおかしいなと思ってですね。だから結構それ深刻ですよ。で、僕はだから大間さんと1時間話ができるっていうのは、本当はね、こんな翻訳なんかして、いや、俺やりたくないよ、こんなのね。自分で読むだけですもん。あれしたいけど、なんでこうやってやってるかって、やっぱりね、前に100人ぐらい見てて、育成したいですよね。で、たまたまこの間、国連のね、ある委員会の議長やってる日本人がいてね、その人、僕は、これ YouTube 出るの僕は名前言えないんだけど、その人は僕のブログを見てるって読んでるっていうので、ああ、やっぱこれ偉い人読んでいただけるのかと思ってね。で、やっぱり意外とね、ニューヨークタイムズとか、エコノミストとか、タイムとか、ワシントンポスト、難しいんだよね。だから、僕の、ブログついてるのすごい大変なんだけど、いや、俺も書くの大変だよ、時間的に。すごい大変だ、あれ。今、最近忙しいからさ、困ってたんですか。やめたいんだけど、やめられない。朝、違う仕事見たら余計なこといろいろやって、いや、困ったなと思ってるの多々あるんだけど、寝不足してまでしょうがないなって我慢してやってるんだけどね。でもやっぱりこれ大事なんだよね。これね、まあ、一番、なんて、地味なんだけど、グローバリゼーションで最も地味なことやってるんだけど、最も地味なことが最も大事なんだよね。で、日本人はやっぱりね、いや、アメリカ人もそうだけどね、こんなね、やっぱりザ・エコノミストなんでね、読んで分かる人ってそんなにいないんですよね、アメリカ人でもね。正直言っていないですよ、難しい。で、なんていうかね、そのままできるだけ翻訳してるんだけど、自分で翻訳してて思うんだけど、なんでこいつらダラ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 文章を読むんだろうみたい。訳読んでも分かんねえみたいな、英文でも分かんねえし、何考えてんだこいつらと思いますけどね。でもやっぱりそういう発想のものを考えていかないといけない、我々いけないんですよね。だから今、日本人が国際会議の中で発言してリーダーシップ取れる日本人って多分そんなにいないですよね。100人はいないですね。数十人でしょうね。もしくはもう一桁かもしれませんね。僕は若い頃、ロバート議事法を勉強して国際会議の議長を何回かやりましたけど、まあ、そういうふうなことできる人って少ないですよね。いや、先週もね、そういうことやってる人と一緒に食事して話しましたけど、もういい年なんで辞めたいって言ってましたけどね、その彼は70過ぎっていうのを、ぜひやってくださいって言ったんですよね。そうじゃなくて、日本人は若い人にどんどん引き継いでなんていうことばかり言っちゃいけないですよね。若い人のできる人ほとんどいないですよ。アメリカの大学院出てね、修士ドクター出てもできないですよ。それは何かっていうとね、理由簡単で、日本のね、ビジネスの評価の仕方がね、例えば、アマモさんの、例えば、ヘルスケアビルをね、やっぱ成長してるからって、日本の会社って評価上がらないんですよ。ね、例えば、看護会社って自分の専門的な技術をね、すごい能力を持って、それを何か特許を出したとか、研究開発やって市場に作ったとか、そういうふうなことに対する評価、それから部下に対する評価、お客様は仕事を得た評価、だけど実際には彼が、オバマさんと話ができるのはどうでもいいわけですよね。デュポンの社長と話ができる、彼はどういうネットワークを持って、どうやって人間的に評価されたかどうでもいいわけですよね。だけど、欧米の人ってさ、中国の人もそうだけど、実は日本と違ってさ、日本人ってもともとこうやって会ったらさ、一見で信用するじゃないですか。